コマドリは近年、箕面に春の渡りに立ち寄ってくれることが多いようです。鳴き声が馬の稲鳴きに似ていることからこの名がついています。コマドリは中部山岳地帯の1000メートル以上の上高地や乗鞍など亜高山帯に生息し、笹やぶや茂みの中で行動するので、姿を見ることは少ないです。同時に同じ場所で渡りの途中のキビタキも現れました。